レーガルドル・エダ・リベラは、コロンビア・サンティアゴ・デカディ出身のサッカー指導者。サッカー選手として、アマチュアや、大学のクラブでプレーした後、ドイツ体育大学ケルンでドイツ語と、体育学を習得。大学教授となり、コロンビア国立高知学校で、いくつかのコースを担当。またヨーロッパで FIFA と UEFA の講習を受けた。日本代表の新監督候補にも上がったことがある。 コロンビアでは、コートゥルア、デポルティーボカリ、インデペンディエンテメデジンを指揮した。コロンビア代表チームでは、ユース年代から A 代表まで監督を務めた。2000年と2001年のトゥーロン国際大会に U-21 代表を率いて出場し、それぞれ優勝、準優勝の好成績を収めた。U-20 代表では2003年の U-20 南米選手権で4位に、 入賞、10年ぶりに出場権を得た、FIFA ワールドユース選手権では3位と躍進した。2007年1月、ホンジュラス代表監督に就任。北、中米カリブ海予選を突破し 2010FIFA ワールドカップ出場権を獲得、28年ぶりの本大会出場へと導いた手腕を評価されたが、本大会ではグループリーグ敗退に終わり、戦術に対する批判を受けた。 2010年7月28日、ホンジュラス代表監督を辞任した。2018年1月9日、2018、W 杯出場を逃したチリ代表の監督に就任。ありがとうございます。